ワロップ放送局、ビル、東京スカイツリーの目の前に、ワロップ放送局ビルワロップは、二千十二年四月一日に、開局した、スマートフォン向けのインターネット配信放送局。運営は株式会社ワロップ放送局。代表者資本金四千万円専用スタジオを、抱えており、才能の原石を、原石のまま終わらせない、新しい放送局として、芸能人、 音楽家などを自己表現したい人に発表の場を与え、公開放送への入場、インターネットを通じてのコメント、有料会員登録などを通じて視聴者が参加し、番組を支援する形をとっている。以前はスマートフォンやタブレット端末への配信に特化していたが、2014年4月から専用のビューアーを HP に設置し、PC での視聴に対応した。番組によっては、 ユーストリームやニコ生でのサイマル放送も行っている。生放送分は通信環境さえあればどの端末からも無料で聞くことができる。記録保存されたものを一定時間以後に視聴するには有料会員登録が必要であったが2014年4月よりワロップセレクトでのストリーミング販売に切り替えられている。アプリは地域情報との連動を売りにしており、 位置情報を活用して、ユーザーが今いる場所にぴったりあった広告やイベント情報を届けることが可能。以前は、マピョンがサービスを提供していたが、2012年12月末で抜け、株式会社ワロップ放送局が引き継いでいる。押上げエリアに専用スタジオ、ワロップ押上げスタジオを設置。この他に、貸し会議室もある。また、声優の桃井春子は、 ワロップのスタジオをワロスと呼んでいるが一番大きな公開性放送ができるスタジオが正式にウェローズと名付けられた。ワロップ放送局がプロデュース、バックアップを行うアイドルグループ。ありがとうございます。